はい、どうもこんにちは、なっちでございます。ジューンブライドガチャが終わっちゃったんですけど、この多色パーティーを使ってほしいと言われたので使いたいと思います。ただ3人が覚醒してません。そしてバステドリーダーでもこれ良かったんだよね、きっと。光属性のスキル使った場合、光属性の火力上がるんで、副属性みんな光なんでね、このガチャから出てくるキャラクターは。うん、それでも良かったかもしれません。じゃあまず玉ドラ食わせるところから始めましょう。まずラーさんですね。ラーさんや、かっこいいよねこのラー。うん、初めてねラーがかっこいいと思った、顔出した状態で。でも食わせちゃおっか、サンバーストナックルだしね、困ったら継承に使えばいいからさ。いや、サンバーストナックルがねガチャから出てくると思ったらね、素晴らしいガチャだったんですけど、まあ、スピードはやっぱりさ、ソーラーレーザーの方が速いしさ、なんかね、あんまり引く気になりませんでしたね。引く気にならんかったっていうか、後半ずっとね、村これのせいでプラスがついとったもんで、引けなかったってのもあります。だから僕も最後滑り込みで引こうと思ったんですけど、ね、プラスがあるんで、そこでまたエスカマリでも出たらね、みんなに美味しいご飯を提供するだけなんで、ちょっとね、やめてきましたね。はい、まずこれでラーが完了です。次バステトだったかな。バステトってなんか食わした気はしなくもないんだけど、あ、こっちかいましたね。バステトはちょっとワイルドキャッツは継承に使う予定がないので、じゃ P は我慢しましょう。ヒカピーって結構使うんですよね、まあ、最近はさちょっと劉備とか出てきてさ、マシンゼウス使う機会も減りましたけど、それでもさ、結構優秀なキャラクターが多くて、ヒカピーがね、いざという時にないと困ったりするんで、ね。で、あとなんだっけ？ルカだっけ？ルカちゃんだっけ？ルカちゃん。ルカちゃん、ルカちゃん、おった。おかしいだろ、覚醒の量が。買うしかないのか。9体。じゃ2個ぐらい買ったら多分終わらんかな。みんなね、イラストはいいですよね。なんでこいつ、あ、ほら、使用中になってるでしょ？使用中になってるんです。そう、前回の動画でも言いましたけど、レアキャラカーニバル5回引いてダンジョンに挑むっていう動画で、玉ドラが出ちゃったんですね。そう、使用中になってるから、もうね、そう、動画を追ってどんどん証拠が出てきますね。暗黒騎士で負けとったり、使用中になっとったり、夫婦が出てくるダンジョンとかないかな？ないよな。ゼウス&ヘラぐらいだよな。困ったね。トト&ソティスとかでも面白そうっちゃ面白そうだけど、インディゴでもいいな。インディゴ行ってみよう。一回のゲ、おお、はてなはてなはてながいますね。すごいな、なんか。なぜか知らないけど、僕の頭の中に、鏡の大迷宮の8面だっけ？じゃあ6面？ 6 面だっけ？なんか荒野みたいなステージにさ、メタナイトが出てくるんですけど、あそこでハテナハテナハテナってね書いてあって、昔はちょっと不思議でしたね。それをなぜか思い出しました。さあ行きましょう。サンバーストナックルで抜いてもいいんですけど、あ、多分そうするしかねえな。これ一回パズルしてみます。ただスキル使った倍率もなしでこいつらを倒せる気が僕はしないんですよね。一応やってみる。カノにプラス振っとるから、カノが今全体になっ、サツキか。サツキだな、さては。サツキがやってくれたかな、今のは。そうかそうかそうか。さらばだ。ヘル、ハウリン。ハウリン、ハウリン。もう、ケルベロスね。いろんなとこで見ますよね。この話前にもしましたけど、ちょ、バステとかなんか突然弾かなくなった。っていうか、色が全然組めないんだけど。一旦毒消しまして、一個残っちゃったよ。あ、でもサツキが消せる、まだサツキがこのパーティー消せるんで、いいですね。よしよしよし。でもね、こんだけね、木が遠いと多分また間に合わないんだよね。多色にはいいかなと思って選んだこのダンジョンが広すぎて間に合わないっていうね、そういう事態に陥っています。オッケー。
ようやく突破できました。お、落ちましたね。こいつが光半減持ってんだよな。ラー使おっか。ラー使いましょう。よし。だってこの辺のスキルさ、ほとんど使えねえもん。回復めっちゃ作るしさ。回復作ってどうすんのみたいな状態ですよね。よいしょ。どうかな？ワンパンはいけそうじゃない？ 100 倍出るんですよね、一応。さすが光半減。そう簡単にはいきませんでした。でもこれで倒さないともうね、やばい気がするんで。水がめっちゃ降ってきますね。ルカの火力にはあまり期待してないんですけど、お邪魔と毒も残っちゃってるし、次あたりね、どうせ欠損してるし、サツキ使って盤面を良くしましょうかね。よりによってお前かよ。まあいいや、使いましょう。これ全部闇になるんだよね。あ、光か。そっかそっか。ジューンブライトバージョンだから光ですね。まあ、ないと思うけど、ここで落ち込んが来たら熱い。あ、そっか。水は来るのか。そうだね。じゃあ火を待ちにした方が良かったね。呪いやられるとまためんどくさくなっちゃうんで、ワイルドキャッツで倒しましょう。サツキのね、とりあえずね、覚醒が優秀すぎるんで、もう火力はサツキに任せて。ウェイを組むだけで、プラスこそないけど、強いですよ。火力は多分十分出ると思うので、はい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 、爆心フレームロー。なんか、あ、まあお前は地獄を見せてやるよって言ってくれたね。なんか貯めてからしようぜと思ったけど、一応言ってましたね。あ、え消えたのか、そもそも親友じゃなかったのか、どっちだ。一日前になったってこと？まさかね。まさか。あら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 、どうすんのこれ。さあ、光の上に2個入りましたよ。これは結構痛いんじゃないか？あー、でも、エボケーションはして欲しかったね。これ弾きます。ここちょっとスキル使わないとやばいので、サンバーストナックル使います。で、光のウェイですね。優先で組んでいきましょう。あー、行き過ぎた。最悪や。バカかよ。右に移動しすぎたわ。地獄を見せてくれるらしいんだけど、地獄見ちゃうよ、これ、本当に。落ち込ん来い。水の落ち込ん。これエボケーションしてたらね、多分余裕で来たんでしょうけど、残念ながらエボケーション消えちゃったんで、何もない状態から水を狙うことになってしまいますが、やっぱり降ってきませんでした。そして呪いが来るんでしょうね。出番目がめんどくさくなるんでしょうね。じゃあもうこれはこの際、あ、でも色がある。いや、でも倒せるわけがないから、ルカとか使って回復、おー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 おお、回復しよう。うん。で、まあ次何してくるか知りませんけど、まあこの次ね、ラー使えば多分いけるんじゃないかな。あ、通常なんだ。ありがとう。じゃあ光の上、今回もちょっと。さっきやらかしてあんだけダメージが出たんで、やらかさなければ倒せるというね、そんな気がします。お願いします。サツキ強い。なんかバステトが今火力出てなかった？異常に。気のせいか、わかんないけど。
アモン君はちょっとね、スキル貯めたいっていうか、ちょっとは耐久したいよね。ラーとかいっぱい使っちゃったんで、せめてバステトはボスで使いたいと思ったらあと一ターンでした。よし、じゃあ普通にこれ組んでオールフォーミー狙いましょう。やばい、パソコンがスリップ状態に。おねぎりします。よし、めっちゃ危なかったけどオールフォーミーまで行きました。どうでしょうね、さすがにあれかな、耐えれたかな、こいつのなんかローとか言ってくるやつ、あれは耐えれた疑惑ありますけど。さあ、あとはバステトがね、毒だけでもいいから弾いてほしい。お邪魔弾くキャラクターはいないんで無理なんですけど、てかお邪魔弾いたらまずいんですけど、弾きませんでした。あ、少ない、めちゃ少ないんだけど、ありがとう。じゃあラー使います。毒持ちでいこうかな。ワンパンできるとは思ってません、僕もワンパンできるとは正直思ってません。ここでこうして、あ、こう入って、でここでもウェイ作って、大丈夫、前職組めてる、不安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 ファンファン、オッケー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 、ちょっと今日カービィネタ多いけどファンファン、ワンパンできるかな、な、結構コンボしたね、13コンボ。この辺の火力が出ないんだろうな、きっと。よし、じゃあバステトまた溜まったんで、なんか溜まるね、バステト。なんででしょう、スキル上げてないのに、もともとが軽いからとかかな。よし、お疲れ様でした。さすがにいけるよね、 30% とはいえ弱点になってるんで。よし、結構時間、16分かかった、意外よし、ありがとうございました。そうですね、まあバステトでも火力はそっちの方が低かった気もするんで、これで良かったとは思ってるんですけど、まあなんかまたイスカマリもどっかで使いたいですね。カノとかルカ早くスキル上げさせてや、ガンホンさんお願いします。今決まってるコラボ復活がね、確か北斗とデュエマなんで、いなかったよね。まあそれが復活するのを待ちましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。